異性にモテる習慣、明るい気持ちになれる。異性にモテたいと願うなら、まずは明るい気持ちを持つことが重要です。晴れやかな心は自然と周囲の人を引きつけ、異性にとっても魅力的に映ります。ではどのような習慣が明るい気持ちへと導くのでしょうか。1、常にポジティブな言葉を選ぶ習慣。日常で使う言葉が肯定的であれば、心理的にも積極性がつき、それが相手に伝わります。2、笑顔を絶やさない習慣。笑顔は万国共通の言語。自分自身も気分が上向きになり、異性にも好印象を与えます。3、感謝の気持ちを表す習慣。小さなことでも感謝の気持ちを忘れずにいると、人としての温かさが増し、魅力が高まります。4、興味関心を持つ習慣。相手への興味を持ち、質問をするなどの関わりでコミュニケーションが活発になり、人間関係が深まります。5、自己ケアを怠らない習慣。身体と心の両方を大切にし、自己管理ができる人は安心感があり魅力的です。これらの習慣を日々の生活に取り入れることで、おのずと異性にモテるようになるだけでなく、明るく楽しい気持ちも手に入れることができるでしょう。